アキラは、大友勝弘による日本の漫画、および、それを原作とする、アニメ映画、ゲーム。超能力者をめぐる分野、反政府勢力の争い、近未来都市や、その崩壊後の世界を描いた、SF 漫画。講談社の漫画雑誌、週刊ヤングマガジンにて、1982年12月20日号から1990年6月25日号に、かけて連載。 全120話。大事は、平田博士が担当。1984年度第8回講談社漫画賞、一般部門受賞。1988年7月16日、アニメ映画公開。12月24日、台等による、ゲーム発売。2002年、アイズナー賞最優秀国際アーカイブプロジェクト部門、及び最優秀国際作品部門を受賞。 また、それ以前の1992年にも、オールカラー国際版が最優秀再式部門を受賞している。2019年7月、ロサンゼルスで開催された、アニメエキスポ二2019にてサンライズによる、新アニメ化プロジェクトを発表。ハリウッドでの実写映画が、企画進行中、詳細は実写版映画の項を参照。百七十九年、 大友勝洋は、双葉社のアクションデラックスに短編、ファイア・ボールを掲載した。未完に終わった同作は、70年代の若者たちの物語を描いてきた大友の初めての SF 作品であり、コンピュータに支配された近未来の日本を舞台に、警官で超能力者の兄と、反政府デモで活動する弟を主人公とし、 人体実験に強された兄を救うため、弟たち活動家が政府に殴り込み、超能力者とコンピュータの戦いで都市が崩壊する様を描いている。大友は、ファイアボールが未完に終わり、当初考えていた結末まで描けなかったことが、残念でずっと書き直したいと考えていた。しかしもう一度同じものを書き直すのなら、新しいものを始めてしまおうと取り組んだものが、 アキラになった、と、同作が収録された、短編集、彼女の思い出、の後書きや、後に行われたインタビュー等で語っている。ファイア・ボールからは、政府の超能力研究、反政府ゲリラ、都市の破壊等の要素が、アキラに引き継がれている。大友勝博は、美術手帳1998年12月号の、インタビューで、アキラについて、東京が好きで、 別の形で東京を語り直してみたい欲望があった。戦後の復興期から東京オリンピックの頃のような混沌を構築したかった。こんなに無思想で歪んで目まぐるしく変化していく都市は魅力的と語っている。また、NHK スペシャルのシリーズ東京リボーンで明がタイトル映像等に取り上げられるにあたってのインタビューでは次のように 廃墟からオリンピックまでの昭和の東京を描こうとしたことを語っている。漫画のアキラは自分の中では世界観として昭和の自分の記録と言いますか、戦争があって敗戦をして、政治や国際的ないろいろな動きがあり、安保反対運動があり、そして東京オリンピックがあり、東京というのは昭和のイメージがものすごく大きいんですよね。 大友勝弘バイクの暴走少年を主人公としたことについては以下のように述べている。登場人物たちはみんな若者にしました。ただ単に暴走してつまんない世界にいる人間たちを主人公にして東京の中のいろんな政治や大きな秘密の中に触れながらどうしようもない若者たちが少しは成長していくという話を作ったんです。 話は SF なんですけど、少しずつ自分たちで何かを見つけるんだよというメッセージは描きたいなと思っていました。それは、社会に参加して、または世界に参加して、自分たちで、自分たちの道を発見する話なんです。いろんなことがあるんですけど、自分たちが見つけたもの、そして、自分たちがこれから何かやっていくんだよというメッセージは、込めました。 大友勝洋、近藤正隆は、明が偶然にも2020年の東京オリンピック実現を予言したことについて、同作の連載が開始された1982年が第二次世界大戦終結から37年後だったので、その時間幅をそのまま作中の第3次世界大戦後に当てはめたのだろうと述べている。 物語の舞台である2019年は連載開始の年であり、作中で新型爆弾により東京が廃墟と化した年である1982年からは37年後に当たる。本作にはデモ隊、オリンピック、四条半、路地裏等の昭和の東京を思わせる。 連載当時の都市再開発やバブル景気の中で失われようとしていた風景が描かれていたこと、それらを惜しむというよりは変化し続ける混沌の方をこそ愛しているようだと表している。1982年12月6日午後2時17分、関東地方で新型爆弾が炸裂し、東京は崩壊。これが引き金となり、起こった第3次世界大戦から、 世界は再建の途上にあった。2019年、東京湾には超高層建築物が林立する新種とネオ東京が建設され、その繁栄は乱熟の極に達していた。しかし、その足元では、反政府デモ隊と警察が衝突する騒然とした状態が続いていた。崩壊の後放置されていた旧市街でも、2020年の 東京オリンピック開催を機に、都市再開発が進められようとしていた。主人公である職業訓練構成、金田率いるバイクチームの少年たちは、旧市街へと続く行きされたハイウェイに入り込んで、バイクを走らせていたところ、爆心地付近で白髪の少年と遭遇する。彼は、アーミーの研究機関から、反政府ゲリラによって連れ出された、実験隊、高市であった。 バイクチームのメンバー、鉄尾は、突然現れた高志を避けきれず、事故を起こし負傷する。鉄尾は、高志と共に、アーミーの研究機関、ラボに連れ去られるが、高志との接触をきっかけに、鉄尾の中に能力が、目覚め始める。金田たちは連れ去られた鉄尾を探す中で、能力研究の秘密を、追う、反政府ゲリラのメンバーである竜、K の二人と出会い、 大佐率いる軍やマサルとの高し争奪戦に巻き込まれる。退院し学校に戻ってきた鉄夫は、以前のようなおとなしく気の弱い少年ではなく、敵対する暴走族、クラウンのメンバーを殺しかけ、止めに入った金田に反抗する。ラボの病院を脱走した鉄夫は、クラウンのアジトに乗り込み、 能力を使いメンバーを殺害し、リーダーのジョーカーを屈服させて新たなリーダーに収まると他の暴走族への攻撃を開始した。金田はクラウンに対して他の暴走族と急暴して反撃を試みる。ネオ東京の路上を舞台にバイクチーム同士の大規模な抗争が起こるが、金田たちは能力を使う鉄を一人の前になすすべなく破れる。鉄をは、 かつての仲間であった山形を金田の目前で残殺し、金田に拳銃で撃たれる。そこへアーミーの部隊が到着する。能力発言に伴う頭痛に苦しむ鉄尾に対し、大佐は研究機関への帰還を促し、彼に対し41号と呼びかける。バイクチームの構想はアーミーにより制圧され、鉄尾、金田、ケイラは大佐によってラボが入る。 超高層ビルに連行される。そこには、高志、清子、勝サという、先の世界大戦以前の極秘研究プロジェクトで、能力を開発された、老人のような顔をした子供たち、ナンバーズも住まわされていた。薬物を投与されながら、能力を開花させつつあった鉄男は、研究の核心にある、明に強い関心を持つ。 かつてナンバーズの子供たちの仲間であったアキラは30年近くに渡って軍が拒否を当時封印し続けている謎の存在だった。一方、ラボを訪れた大佐に対して予知能力を持つキヨコはアキラの目覚めとネオ東京の崩壊が間もなく起こることを告げる。キヨコはケを能力で操りアキラを探る鉄を止めようとするが、鉄はラボを逃げ出して旧市街に向かい、 爆心地に建設中のオリンピックスタジアムの地下に隠されたアーミーの極秘施設を襲撃する。追ってきた大皿の説得に耳を貸さず、鉄尾は絶対零度で冷凍封印されていたアキラを目覚めさせ、連れ出してしまう。アキラが外へ出たことを知った大佐は非常事態宣言を発令させ、軍事衛星、ソルを使ってアキラと鉄尾の殺害を試みる。鉄尾は 攻撃を受けて、右腕を失い生死不明となり、アキラは混乱の中でラボを脱出し追ってきたケイとカネダによって保護される。連れ出されたアキラをめぐって、アキラを特別な存在と考える都の教団と、アキラを取り返そうとするアーミーとの争奪戦が始まる。ケイたちからアキラを預かった、野党党首のネズは、支持母体の長である都を裏切り、部下であるゲリラも切り捨て、 自らの政治的野望のために、アキラを利用しようとするが、ケイやリュウ、チヨコ、カネダラは、ネズの手先から逃げ延び、アキラを連れ去る。一方、アキラ争奪戦における、非常事態宣言発令の混乱の攻めを政府に、問われた大佐は、アキラ行方不明という非常事態に際しても、与野党の醜い清掃が続く状況に豪を煮やし、クーデターを決行。ネオ東京に、 戒厳令を敷いて、アーミーの大部隊を出動させ、アキラを捜索する。根津の紙幣、都の教団が独自に育成した能力者、大佐率いる、クーデター部隊、金田たちによる、アキラ争奪戦は、早朝の運河で、金田らが、アーミーに追い詰められたことで幕を閉じる。大佐の連れてきたナンバーズの子供たちがアキラの元に、集まるが、アキラを射殺しようとした。 根津の弾丸が高氏の頭に当たってしまう。ナンバーズや、アキラたちの脳内に衝撃が走り、それを引き金にアキラは37年前に、東京を壊滅させた能力を、再び解放した。アキラを中心に現れ、根を東京を飲み込んだ巨大な光は、やがて暗黒の球体へと変貌。それが中心へと収縮すると、ビル群を巨大な津波が襲い、 ネオ東京は崩壊した。ケイやタイサラは、ナンバーズの子供たちによる瞬間移動で難を逃れた、ものの、カネダは光に飲み込まれ行方不明になる。ネオ東京の崩壊後、一人爆心地にいた、アキラの前に、ソルによる攻撃を生き延びていた鉄尾が現れる。廃墟となったネオ東京は、政府やアーミーによるコントロールを失い、完全な無政府状態と化していた。 鉄夫は明を大閣に祭り上げ、被災者を集めて、大東京帝国という勢力を築き上げる。外部からの接触を拒み、孤立した集団の支配者となった鉄夫は、被災者への食料に薬物を混ぜ、帝国の構成員にも薬物を投与して、能力者を育てようとしていた。一方、宮古の教団は被災者に、 食料や能力による治癒を与えてもう一つの勢力を築いており、ケイラ・ゲリラの生き残りも薬物欠乏に苦しむナンバーズラと共に、京谷へと身を寄せる。鉄尾はやがて薬物でも自らの力を抑えられないようになっていく。ネオ東京の廃墟では、切り札であるソルの発射ボタンを持って単身で鉄尾に挑む大佐、ジョージ・ヤマダ率いるアメリカ海兵隊特殊部隊。 ゲリラの生き残りである竜のグループが、それぞれ王統教帝国へと迫る。鉄夫は、隊長が集めてきた少女たちに、致死量の薬物を与え、破滅的なセックスに端滅する。一人の少女が薬物を家族に持ち帰ろうとして、飲まなかったため生き残ると、鉄尾はその少女、香りを次女として使えさせるが、次第に、彼女に依存していく。鉄尾は、一言も発さず、 感情を表さないアキラをいぶかしみ、アキラの心の中を覗いて激しいショックを受ける。アキラとは何なのかを問うため、鉄尾は密かに、宮古の下を訪れる。自らもナンバーズである宮古は、プロジェクトの全容を語り、アキラに近づくことができるのは鉄尾しかいないと説く。ナンバーズと宮古の教団のつながりをつかんだ隊長は、鉄尾に指示をこうが相手にされず、 独断で兵を率いて、都の教団と激しい戦闘となる。その最中、薬物の摂取を止めて、苦しみに耐える鉄尾は、大佐が再び放った、ソルのレーザーに刺激され、能力の爆発的覚醒を起こして空中へと飛翔し、光を集める。その光の中から、ネオ、東京崩壊時に秋田の球体に飲み込まれたビルの、 残骸が出現して地上へ落下し、その中に、金田の姿もあった。剣や、甲斐、ジョーカーらと再会した金田がようやくネオ、東京崩壊以後の状況を理解した頃、大東京帝国は、都京の勢力に被災者を奪われている状況に、危機感を持ち、構成員の士気を高めるためにオリンピックスタジアムで、大集会を開くことを計画する。一方、ネオ、 東京沖合のアメリカ海軍艦隊の空母では、アキラをめぐる現象を調査する米、ソ共同のジュビナイル A 計画に参加する軍人や科学者たちが、アキラや鉄尾による力の発動を観測していた。鉄尾の能力の膨張は、止まることを知らず、沖合の空母を吸収して、自分を観測する科学者たちの前に姿を現し、研究者たちを嘲笑する。ジョージ山田と、 しばらく行動を共にしていた竜は山田が BC 兵器でアキラと鉄を抹殺しようとしていることを知る。山田は竜と決別し、ジュビナイル A 計画の地帯に不信感を持つ海軍帝督が呼び寄せた特殊部隊と合流する。オリンピックスタジアムでは大東京帝国の集会が開催され、鉄王は余興として月の一部を破壊する。しかし、 あまりに大きな力を使った、鉄尾の肉体は、崩壊をはじめ、鉄尾自身にも制御できない、肉体と機械の融合した怪物となって、暴走していく。K は、宮古やナンバーズらの力の触媒となって鉄尾と戦う決意を固め、宮古から見そぎを受ける。沖合のアメリカ海軍艦隊を襲う鉄尾に対し、K が立ち向かう。アメリカ海兵隊、竜、大皿は、 それぞれの切り札を持って、スタジアムに侵入を開始。金田と、ケイも、ジョーカーと海のグループに合流し、スタジアムに立てこもる大東京帝国や鉄男との間で最後の戦いを開始する。鉄男は、香りの前で肉体の崩壊を起こすが、機械の腕を、体から切り離すと失われた腕が再生し、一瞬自分の形を取り戻す。しかしそこに現れた大佐が、 ソルの照準機を鉄尾に向け、レーザーをスタジアムに発射する。ソルの再起動を受けて、海軍提督は、ネオ東京への全面攻撃を決意する。ソルのレーザーの直撃を防御した、鉄尾の体は、直後に爆発的に膨れ上がり、もはや人の形をとどめない異形の姿となって、襲いかかる。化け物になり果てた鉄尾を殺すため、ラを盾にして進む隊長。 それを鉄尾に伝えようとした香りは体調に打たれる。再び暴走が止まり形を取り戻した鉄尾は死の間際にある香りを見つける。そこへ体調の武装勢力とアメリカ海兵隊がなだれ込んだ。ジョージ山田は鉄尾のために用意した特殊な細菌ガス弾を使用する。体調の勢力はガスに飲まれ全滅するが、ガスを吸収した鉄尾はこれまでの苦悶が、 嘘のように晴れ、完全に肉体と精神のコントロールを取り戻す。海兵隊を全滅させた、鉄尾の前に、金田らが現れ、鉄尾と金田の決闘が始まる。刑も加わるが、力が完全に高まった鉄尾に一方的に圧倒される。しかし、アメリカ軍の戦闘爆撃機による、絨毯爆撃が開始され、さらに、アメリカ軍の衛星兵器、フロイドによる、 レーザー攻撃がスタジアムを破壊する。鉄王は衛星軌道へ飛翔してフロイドを破壊し、そのまま落下させて空母に直撃させる。ジュビナイル A の科学者たちは沈没する空母から辛くも脱出する。フロイドの攻撃の中でさまよっていたアキラを連れて、スタジアムを脱出した金田とジョーカーは、行方のわからなくなった剣を探そうとする。 鉄尾は死んだ香りを蘇らせようとするが叶わず、香りの体を抱え、オリンピック会場地下の冷凍施設へと向かう。スタジアム内で辛くも生き残った大佐と、K だったが、K は都に呼びかけられ、再び、鉄男と戦う準備をする。キラ用の冷凍封印カプセルに香りの遺体を、運んだ、鉄尾の前に、K が現れるが、 鉄尾の体の中では再び能力の暴走が始まろうとしていた。アキラも鉄尾に共鳴するかのように地下施設に足を向け、アキラの後を追う金田らも鉄尾がその先にいることを察知し、龍や千代子らと合流して地下に向かう。地下では鉄尾が再び傍聴を始める。地下に到達し、鉄尾の姿を目の当たりにした金田に対し、 鉄尾は一瞬姿を取り戻し、助けてくれと懇願するが、再び傍聴を始めた、鉄尾の中に、金田は飲み込まれる。鉄尾と明は互いに高温するかのように手の中に、光を発生させるが、三度目の爆発を止めようとした、竜が明を撃つ。明とのつながりが切れた鉄尾は、自分たちを観測している宮古やナンバーズの能力に、引き寄せられ、冷凍カプセルを、 地下から引き抜くと、宮古橋神殿上空に現れる。不安定な鉄を完全に覚醒させるため、宮古はナンバーズにキラの力をもう一度、解き放たせるよう頼み、鉄をとの最後の能力戦に挑む。宮古に指示を受けた K が、鉄をと宮古のいる神殿に、ソルのレーザーを落とす。宮古がそれを鉄をに直撃させると、鉄をの最後の覚醒が起こり、神殿を中心に、 光が発生した。同時に、ナンバーズの仲間と共に空に浮かぶアキラがもう一つの光を発生させる。アキラの光が鉄尾の光を飲み込んでいく中、鉄尾の体内に取り残されていた金田は、鉄尾の記憶、宇宙の始まり、大きな力が、究極の状態を目指して進む流れに曲折をもたらすという、能力の意義、そしてナンバーズの子供たちに行われた、 実験の過程を目撃する。アキラとナンバーズが鉄を吸収して、カナタへと去ろうとする瞬間、カネダは K によって、アキラの光の中から救い出され、この宇宙に引き戻される。再び爆心地となったネオ東京に、国連軍が上陸し、被災者への救援が始まる。しかし偵察中の国連軍の前に、大東京帝国を名乗ったカネダ、K、チヨ ジョーカー、そして、仲間たちが現れ、我々の国に口出しはするな。と警告を与え、アキラは、まだ、俺たちの中に生きてるぞ。と言い残して、バイクで走り去る。廃墟の谷間を、バイクで失踪する金田時計を、山形と鉄尾の幻が追い越して行き、崩壊したネオ東京が蘇るビジョンと共に、物語は終わる。メインキャラクターの名前のいくつかは、 鉄人28号のオマージュであることが明らかにされている。これは、鉄人28号の主人公である、金田翔太郎。鉄人28号を開発した四季島博士の息子、四季島哲夫から取られた、島哲夫などに現れている。原作、アニメ映画版、ゲーム版で設定に、多少の差異がある。金田のバイクのレプリカと作者の大友勝弘作中で、 主人公の金田が操る金田のバイクをはじめとする個性的なバイクはカウルからフレームレイアウトに至るまでのセミイージーオーダーシステムが主流となったことによるものでそのスタイルはレーサーレプリカ風やビッグスクーター風など多種多様であり同じものは2つとして存在しない車輪内に組み込まれた常温超電動モーターによる両輪駆動を実現し電力は ガソリンエンジンによる発電。また、ボディのあちこちに貼られたステッカーは、1980年代解コブームによる流行である。ただ、ジョーカーが乗る大型のアメリカンは、彼の趣味で現在と同じガソリンエンジンの後輪駆動車であり、大きなマフラーが何本も伸びている。映画冒頭のカネダとジョーカーのチキンレースシーンでは、カネダのバイクのモーター音とジョーカーのバイクの排気音が、 対比して描かれる。アニメ版の劇中でこのバイクへの興味を募らせる、鉄尾によると、金田のバイクのスペックは、セラミック2ローターの両輪駆動、コンピューター制御のアンチロックブレーキ、12000、回転の200馬力。バック走行も可能で、さらにコンソールには、スピードメーターなどの他にナビゲートシステムも搭載されている。このうち ABS、200馬力、バック、 バイク用カーナビは、現在の市販車で実現されている。盗品を改造したものであるらしく、扱いに不慣れな鉄尾は、エンジン5000回転以下で、ギアチェンジをしたことでエンストさせてしまった。赤一式で塗られた車体には、成田山、カノン、ホンダ、昭栄、ラ井、シティズン等のステッカーが貼られている。後に、アメリカのマクファーレントイズから発売された1 12、 スケールの金田のバイクには CEO のトッド・マクファーレンのコミック会社イメージコミックスのキャラクタースポーンのロゴステッカーが貼られている造形上二人以上の登場は想定されていないように見えるが原作では 80kg 以下なら何とか乗れると言いながら金田がリアカウルを外し露出させたフレームの上に剣を乗せている加湿された ラストシーンでは座席に金田とケイが体を密着させて登場しており、二人がより親密な関係になったことを表している。アニメ版では鉄尾にとっての力、そしてカナダへの同型の象徴として扱われており、それゆえに能力に目覚めた鉄尾はバイクへの興味を失う。鉄尾との最終決戦でも金田を乗せて活躍し、最終的にはカウルを破損しながら、 エンディングでも、カネダを乗せて走り続けた。また、冒頭の暴走シーンにおける、車体を横滑りさせての急停車は、本作を象徴する場面の一つであり、後発の様々な作品でオマージュされている。そのスタイルはもちろん、類似する構造のバイクすら、原作公開の当時は存在していなかった。極端に長いホイールベースや、 四輪のレーシングカーのように低いライディングポジション、フロントのハブセンターステアリングにはカウルで覆われているために明確な描写はなく、ハブステアに類似した描写がなされるのは単行本五感からである、車載コンピュータによるデジタルメーターなど既存のいかなる車両にも当てはまらないデザインやスタイルで異彩を放っていた。バイクのレプリカこの未来的で前衛的なスタイルは、 漫画、アニメファンのみならず、多くのカスタムバイク関係者の注目を集めた。まず最初に、アニメーション映画公開に合わせて、モックアップモデルが制作、東京モーターショーで展示される。同モックアップは、カスタムバイクメーカー、ホワイトハウスによって、映画公開に合わせて、タイアップしていた、対等のスポンサードで制作された。当初、作画側から割り出した。 リアタイヤ経営が21インチとされたが、そのような寸法のタイヤが存在しなかったため微妙に縮小されている。カワジャンメーカー、稼働屋の提供したジャケットを着たモデルとの撮影も行われていたが、そのような事情からモデルには、金田の設定よりも少し小柄な女性が担当した。その後、海外での公開時に持ち出された際に、行方不明となっている。 250cc の市販アメリカンバイクをベースとして、同社の雰囲気を持つカスタムバイクも開発、発売された。この車両は、保安基準を満たしているため、ナンバープレートを取得すれば、行動走行も可能である。さらにこのバイクをモチーフにした、電動バイクがベンチャー企業によって制作された。量産化の記事が2006年のバイク専門誌に掲載されたが、 リアのアルミニウム削り出しのモーターハウジングは一点、ものであり、製作単価は数百万円に上った。2007年には、資本提携していた企業との関係解消などの報道もあり、その後の開発の進展の落とさたはない。ホンダのスクーター、リードをベースとしたカスタムバイクもある。ベース車両は 50cc と 90cc が選択できるが、 二ストロークエンジンであるため生産が終了しており、ベース車両は中古とならざるを得ない。鈴木からも、同社の雰囲気を持つバイクが開発され、2003年の東京モーターショーで展示された。2004年4月には、同スケール実動モデルが製作された。さすがに、アニメ版の常温超電動デュアルパワー電動バイクと、まではいかないものの、 実装可能なフルカスタムバイクが開発中である。なお同社は作者の原作、アニメ版監督の大友や講段社の公認を得ているとしている。ホンダの 250cc スクーター、フュージョンをベースにしたカスタムコンプリートバイクがサイタニアファクトリーから販売されていた。また、バイク本体を含まない外装キットのみの販売もあった。工術のように、 アメリカでの映画化が滞る中、アンブリンパートナーズとして制作された2018年公開のスピルバーグ監督作品、レディプレイヤー1ではバーチャルなゲーム世界において、登場人物の一人、アルテミスが操るマシンとして CGI で描かれたカネダのバイクが登場し、外観の際はあるものの部分的な実写化が達成された。ネオ東京のバイクと同様に、作中には、 近未来のマシンが多数登場し、アーミーの兵器をはじめとする、それら最先端のテクノロジーは、アキラの世界を魅力的に彩っている。大佐やアーミーが、移動手段として用いる、タンデムローターの大型ヘリ。アメリカ軍等が使用する実在のヘリ、CH-47 チヌークに類似しているが、アーミーのそれは、大型乗用車を積載して、なお余裕のある、カーゴルームを持ち、 かなりの大型機であることが見て取れる。兵装は持っていないと見られる。アキラのいるオリンピック会場地下施設や地下水路をアーミーがパトロールする際に使用する一人乗りの有人飛行兵器。最新兵器であり、存在自体が秘匿されている。セラミック部品を多用したバイク並みの小型軽量ボディと常温超電導が、 実現可能にした高い機動力に加え、機種には操縦艦と連動する 20mm ガトリング砲を装備し、地上の敵勢力を圧倒する。金だらに露飼されて、以降は彼らの戦力としても活躍する。アメリカ海軍とヒラー社が1950年代に試作した VZ-1 という一人乗り V トール機、フライングプラットフォームが実在したが、 アキラの世界に登場する、この飛行兵器は、フライングプラットフォームと呼ばれている。アーミーの最新蛍光型レーザー兵器。個人で、運用可能なまでに小型化された、高出力レーザー砲は鉄板をも貫き、高い殺傷能力を持つ。外部にバッテリーを持つが、重く大きいこと、発射回数が限られることに課題がある。ダイヤル操作で、 攻撃出力を変化させることもでき、照射し続けることで薙ぎ払うような攻撃も可能。清子に操られた K が、アーミーのビルに侵入した際に開発中の試作機を見つけ出し、チャイルドルームでの鉄尾との戦いで、金田が使用する。アニメ版では、実戦配備されており、アキラの元へ向かう鉄尾を阻止するために、アーミーの正体が一斉射撃を行う。 カネダが鉄王の力に対峙するための武器として、原作、アニメともに終盤まで登場する。アーミーが保有する、軍事衛星、サテライトインオービタルレーザーウェポンの略称。正式道場の人工衛星に搭載された、レーザー砲が、地上の標的を、ピンポイントで攻撃する。その爆撃のような破壊力は、小型反応炉を、動力源とし、 短いインターバルでの連続攻撃を可能とする。命中精度は10メートル前後であるが、初段の着弾地点を観測しフィードバックすることで、命中精度を高めることができる。本体にはソル -740 とペイントされているが、同型機が複数存在するかどうかは不明。原作では、アキラと彼を目覚めさせた鉄王を殺害するために、使用され、ネオ。 東京崩壊後には、大佐が持ち歩く、超小型照準機で彼らの窮地を救い、物語の終局まで重要な役割を果たす。アニメ版では、ソルの攻撃で右手を失った鉄尾が、軌道上まで飛翔し、反撃、即座に破壊されてしまう。自立行動を行う地上型無人機。縦横高さ角2メートル、中心に、 直径1.5メートルの球体状のボディを持ち、4本足の先端に持つ車輪で高速移動が可能。各戦争後にシェルター外の活動を行うことを想定しており、放射線値の測定や適正力への攻撃までを担う能力を持つ。複数台での連携した活動や連結しての移動も可能。その形状からタドンなどと呼ばれる。 原作内で第7級警報発令後のネオ東京に現れ、暴徒鎮圧や消火などの治安維持活動を行う。ネオ東京崩壊後には、ハッキングされた個体が大佐の拠点を警護したり、破壊された残骸がジョーカーの手によって改造され、移動手段として用いられた。アメリカ軍が使用する衛星兵器。それと同様のレーザー兵器だが、連続照射しながら、 着弾点を動かすことで、体上の範囲を攻撃することが可能。鉄尾と金田の決戦のさなかに、オリンピックスタジアム周辺に向け発射され、ネオ、東京全体への無差別攻撃をかけるが、衛星軌道上へ飛んだ鉄尾にジャックされ、アメリカ軍の空母打撃軍に向けて、レーザーを発射しながら落下。鉄尾はフロイドを、アメリカ海軍提督が乗る空母のブリッジに直撃させ、 空母は沈没する。単行本は週刊誌と同じ大判サイズで小口への色付けを施すなど凝った想定になっている。日本国外ではアメリカンコミックのスタッフが着色した外国語版が流通しており、これを日本語に逆翻訳したものがオールカラー国際版アキラ、総天然色アキラとして日本で発売された。 日本で単行本4巻が刊行された後に、アニメ映画版の制作が開始され、原作漫画の連載は長期間救済となった。5巻の刊行までに実に3年間を要したが、映画の世界的ヒットにより発売された。国際版には当時日本では、未発売だった5巻の前半に相当する話が、掲載されていた。国際版は1巻分の収録話が、 日本の単行本よりも少なかったため、日本で5巻として発売するには、不足していた、話数でも、観光可能であったためである。4巻の巻末には、5巻が、最終巻であると告知されていたが、連載再開後は長期にわたり、精力的に連載が継続されたため、結局5巻と6巻に分けられ、6巻が、最終巻となった。 連載当時の最終回は、アキラたちが消え去った後、金田とケイが、ビルの上で朝日を見つめるシーンで終わるが、戦術の通り単行本では大幅に過筆修正され、後日談が追加された。大東京帝国を、金田や貝、カイ、ケイたちが受け継ぎ、外国の軍隊に対し、アキラが、金田たちの中で生存していることを宣告。生き残っていた大佐や、山形、 鉄尾も一瞬ながら登場、さらに崩壊したはずのネオ東京が元の姿へと戻ってゆく幕切れとなっている。1988年、アキラの劇場公開を記念して出版された書籍、アキラワールド今、アキラのべてが解明される。アキラと同じくネオ東京を舞台にした今ンの短編漫画、ピクニックなどが収録されている。1988年に、 日本で公開された。まだ原作が連載中の制作であったため、大友が自ら映画上映用に描き下ろした絵コンテをベースに、原作で有三巻前後までの展開の後、映画独自のラストに帰結する形でまとめられている。一方、クライマックスでの展開には、原作のラストに通じる要素も多く含まれている。映画制作日に、 当時の日本のアニメーション映画としては破格の10億円をかけ 70mm プリント総セルが枚数約15万枚を使用アフレコではなくプレスコを採用して会話のアニメートもできるだけ自然に見えるように作がドクターの使用する波形センサーの動きは当時ほとんど採用例がなかった 3DCG アニメーションとセルがの背景合成で再現するなど 贅沢な制作体制をとった。同年12月のビデオ化にあたっては大友が、自ら200ものカットに手を加え、さらに1億円の巨額を投じ、撮影や音響を向上させた、国際映画祭参加版としてリリース。スタッフやキャストの表記を全て英語に置き換え、ハリウッドリポーター選出の、大人向けアニメ映画ベスト10において4位に、 ランクインするなど絶大な人気を集めるとともに、その後の大人向けアニメの宣伝をつける形となった。劇ともは芸能山城組が担当。ガムランや地獄、ケチャを使用した独特の楽曲は、劇ともの枠を超えた独自性を持ち、音楽面でも高い評価を得た。二0 1九年、新アニメプロジェクトの発表を受け、本作の四 k 画質によるリマスター版の制作を、 観光。35mm マスターポジフィルムから変換し、画質の向上に加えて、山城昭治の指揮のもとに 5.1CH 音源のリミックスを実施。iMAX レーザーなど、iMAX シアターが導入されている全国36館にて、2020年4月3日からリバイバル公開され、6月5日からは、通常の映画館でも 4K リマスター版が、 上映された。さらには 4K 映像をドルビービジョンの HDR 映像にリマスターを行い、全国7巻のドルビーシネマでも12月4日に公開された。1988年7月16日、関東地方で新型爆弾が炸裂し、第三次世界大戦が勃発。それから31年後、2019年の新首都ネオ東京では、 反政府ゲリラと軍との衝突が続いていた。不良少年の金田は、山形、甲鉄尾といった仲間と共に、オートバイでの暴走に明け暮れる日々を繰り返していた。ある日、暴走中に、鉄尾が高と衝突したことで警察に捕らえられ、金田は留置所で出会った刑に一目惚れする。一方、事故をきっかけとして能力に目覚めた鉄尾は、同時に自我を肥大化させ、 病院から脱走。見知らぬ少年の幻覚や幻聴に苛まれるようになり、怒りに任せて力を振るうようになっていく。そんな鉄を、軍は、アキラと並ぶ能力を秘めた、実験体として管理下に置こうとするが、幼児期から金田に、庇護されてきた、鉄をのコンプレックスを刺激するだけだった。鉄を止めるべく、高白ナンバーズも直接、あるいは、 刑を介して鉄ツとの接触を試みるが拒絶される。金田は刑と共に軍のラボに潜入して鉄ツを救おうとするが暴走した鉄夫によって山形たちが殺されたことで鉄夫との対決を決意する。鉄夫は軍やボートを退けて導かれるように2020年の東京オリンピック会場でアキラの封印を解く。しかしそこにあったのは 分析のためにバラバラに分解され冷凍保存されたホルマリン付けの臓器であった。駆けつけた金田が鉄尾との対決に敗れる一方、軍の四季島大佐がソルによるレーザー照射を実行。鉄尾はこれによって右腕を失うが、能力によって衛星軌道へ飛び、ソルを破壊、墜落させる。鉄尾は、 右腕の代わりとして、瓦礫の破片を素材として、義手を作り上げる。翌日、オリンピックスタジアムの玉座に座る鉄夫は、大佐の説得を拒否。この時鉄夫は、肥大する能力のコントロールを失いつつあり、その兆候は肉体にも現れ始める。金田との最終決戦の末に制御不能となった、鉄夫は膨張する肉と機械の塊のような、怪物へと変貌を遂げる。 真っ先に巻き込まれた香りが、目の前で締め殺されるのを見た金田は辛くも脱出。暴走する鉄尾の肉塊が高、高橋清子、マサルラ・ナンバーズを飲み込もうとした瞬間、ついにアキラが覚醒する。アキラの力が、根を東京を破壊する中、鉄尾の救いを求める声に抗応するかのように、金田や、ナンバーズも、相次いでアキラの光へ飛び込む。金田は、 アキラの力に巻き込まれる中で、幼い頃の鉄尾の記憶を見る。そしてナンバーズから、人々の間にも、アキラの力の目覚めが始まっていることを知らされた金田。鉄尾は、ナンバーズとアキラによって、別世界へ運ばれ、金田は、K の呼び声で、元の世界へ引き戻される。夜が明け、スタジアムの瓦礫の山で過労じて生き延びた金田、K、会話。 廃墟の谷間をバイクで失踪、崩壊した根を東京へ去っていった。1988年12月24日に台等よりファミリーコンピュータ用ゲームソフトが発売された。いわゆるコマンド総あたり式のアドベンチャーゲームで、シナリオ、プロデュースはオートモ本人が担当。ストーリーはアニメ映画版に基づいて構築されており、 凝ったグラフィックや演出で原作の雰囲気を再現している。また、間違った。選択肢を選ぶとすぐにゲームオーバーになるなど難易度が高い。アニメ映画版を見ておかないと正しい選択肢を選ぶことが困難であったため、アニメ映画版に関するカルトクイズ的な意味合いもあった。マルチエンディングシステムを採用し、バッドエンドも多数用意されているが、 アキラの覚醒を金田が止めるといったアニメ映画版には、ない展開や、大東京帝国の発足を匂わせるエンディングも見られる。海外版も発売予定だったが、開発中止となった。アキラサイコボールは、2002年2月21日に、バンダより発売された、プレイステーション2用ピンボールゲーム。開発は風。アニメ映画版をモチーフにしたピンボール台が4台あり、 条件を満たすと台が変形、合体する。オープニングや、マルチボール、ステージクリア時には、アニメ映画版のムービーが挿入される。1994から95年頃に、日米発売計画があったものの中止。今もなお続く海外のコンピュータゲーム展示会、CS 出展の際、開発中のプレイ画面がフリーズする、致命的なバグが出ている。 2019年にプロトタイプロムがコレクターの手に渡り、シューティングパートやアクションパートといった複数ジャンルを内包したゲーム内容が公開された。21世紀初頭から実写映画化に関する報道が出ていたが、2019年5月にワーナーブラザースから制作が正式に発表され、この時点では監督にタイカワイティティ、プロデューサーにレオナルド・ディカプリオ、 アンドリュー・ラザー、ジェニファー・ダビッソンが就任。撮影はカリフォルニアで71日間にわたって行われ、2021年5月21日に全米公開予定とされていた。しかし、同年7月に企画の無期限保留が発表され、公開予定などのスケジュールは全て撤回された。下記はこれまでに各種報道で示唆された情報。 2019年7月4日、ロサンゼルスで開催されたアニメエキスポ2019で新アニメプロジェクトの制作が発表された、アキラサイコボールに関するカテゴリー、ありがとうございます。